来週は電力需給が逼迫すす。る可能性もあります経済産業省が発表した今後1週間の電力供給の余力を示す予備率は猛暑が予想されることから東京電力と東北電力管内で9日と10日に需給逼迫注意報の基準となる5%を下回りました。ただ、火力力発電所の出力を上げるなど、 200万キロワットほど追加の供給力を確保できるため予備率は6%まで改善する見通しで安定供給できるとしています政府は引き続き無理のない範囲での節電を呼びかけています